陸軍によるスサノオの回収完了したとのことです。はあ、これでようやく一段落か。回収作業を渚に手伝ってもらったから思ったより早く完了したな。仮作っちゃいましたね。まったくだ。はい、これ写真ですか。これは真っ逆さまに地面に突っ込んだスサノオか。なんでその前に宿の人たちが笑顔で集合してるんだ。宿のご主人が言うには開かずの間の取り壊しができたのでその記念写真ということらしいですわ。ああ、だから昨日集まってきた時なんだか嬉しそうだったんですね。宿のいい宣伝にもなるってご主人に感謝されてしまいましたわ。それと噂さんが大福の大食い記録を更新したからそれも大々的に宣伝するって売店のおばちゃんが言ってましたよ。ああ、なんだか恥ずかしいですわ。サコンダ前首相よりヒジリさんの方がずっとイメージがいいもんな。どうやらこれから除霊式が始まるみたいですね。ショークも立ち会うみたいだね。そういえば取り壊しの功労者アンノウン長官は部屋でお休みしてますわ。なんでも熱が出たそうで風邪をひいてしまったようです。露天風呂に落っこちたせいかあるいはたたりかもしれませんわね。復調したら厳重注意の上減俸処分にするって翔子さんが言ってましたわ。桜木さんと玉木さんは大丈夫なのかな。吉野さんはあの後翔子さんにたっぷり叱られて反省文を書いてましたわ。視察旅行では謹慎して身振りさんの分まで宿のお仕事のお手伝いをなさるそうです。桜木さんもある意味被害者なのに。ご愁傷様だ。玉木さんはロビーで読書してましたよ。いつもの玉木さんを取り戻したってことか。カイドウ。カグヤ、おはよう。出かける支度なんてしてどうしたの。夕べの敗戦がどうしても許せんのだ。ヒジリ、自分は修行して再び貴様に挑戦する。ああ修行って大阪だ。彼の地には食い倒れという食の聖地があるという噂だ。自分はそこで一から出直す。大統領の許可も得ているし視察旅行は任せた。ふーん、面白そうな話ね。渚、明け星防衛大臣、その修行私もお付き合いさせてもらっていいかしら。おお、貴様も大食いの道を極めたいのか。別に、けど食の聖地っていうのは興味があるわ。一度この目で確かめておきたいわね。よし、であれば一緒に参ろうではないか。ではカイドウ、次の閣議までには戻る。一回り成長した明け星かぐやを期待しててくれ。かぐやらしいというか負けず嫌いの鏡ですね。再戦実に楽しみですわ。ショコ、お疲れ様。立ち会いは終わったんですか。除霊式は3時間ほど続くらしいから立ち会いは最初だけでいいってご主人に言われたわ。そのなんていうか、俺がいながらこんなことになっちゃっていいのよ。結果的には喜ぶべき人が喜んで叱るべき人には叱るべき結果が下されたわけだから。まあ確かに。それじゃ朝ごはんを食べたら視察に出るわよ。私たちとコミコの5人になった分負担もそれなりに増えたわけだし覚悟はよろしくて。もちろんですわ。負担増望むところです。玉木さんには私から声をかけておきますね。それじゃ行きましょう。キヨト。はい大統領。